31日に G 大阪との大阪ダービーに臨む J1 リーグ C 大阪の連載必勝大阪ダービー桜の戦士逆襲へのキーワードの第4回目は MF 田中俊太27が登場キーワード必死さ G 大阪ジュニアユース出身で高校大学も大阪少年時代からダービーの重みを植え付けられてきた MF 田中俊太は7戦勝ちなしの今こそ なりふり構わずもがくことの必要性を訴えた。もう、とにかく必死にやるしかない。だから、必死さ、ですね。札幌から完全移籍した今季は、全試合にスタメン出場。フィールドプレイヤーでは DF 船木翔と田中の2人だけだ。得点もチーム内では日本人最多。誰よりも貢献してきた男の発言は重い。戦術とか、 個人の技術とかいろんな部分がありますけど大前提として戦うというところができていたから最初は勝てていた全員がしっかりその時のことを思い返して原点に戻ることも大事かなと思います今までも誰一人として手を抜いてはいなかったでもそれで勝てていないのであればより一層集中力を持ってもっとやらないといけない5月のアウェイでのダービーでは DF マイグマセイヤ現 AZ アルクマール、DF ボり座と京平のアクシデントもありセンターバックのポジションにも入った。札幌時代の本職、3バックの右、ではあったが、ボランチで機能してこそチームとしての強みが生まれる。フルス、2だけはシーズンダブルは許されない。